ちは、シトレイです。今日はですね、みんながびっくりするようなところに、皆さんをお連れしたいなと思っております。今いるのはですね、渋谷の神南の方ですね。多分皆さん渋谷に来たら100回くらいは前通ってるんじゃないかなと思うこの道にいるんですけれども、今回行くのはですね、こっちですね。この細い道を通った先にヘブンが待っておるんですけども、ここですよ、ここですよ、ここに行くのかと思いきや、こっちです。もうちょっと廃墟行きます。ボロボロです。ネズミが出ると言っても不思議じゃないかもしれないです。よいしょよいしょ、まだ行くよまだ行くよ、こんなもんじゃないから。あ、なんか地下特有の涼しさが出てきましたよ。そしてこちらです。じゃんじゃん、やばないこれ。ちょっと私の鈴木さん紹介するから来て来て。こんにちは、こんにちは、鈴木さんです。こんにちは、アーカイブストア店長の鈴木です。そう、今日来たのはアーカイブストアですね。鈴木さん、はい、このお店の、コンセプトみたいなのってあるの？デザイナーズブランドの過去の、名作をですね、展示販売してる、美術館型の店舗でやってます。なるほど、はい、いつできたんだっけ？2018年ですね。私海外から友達来た時に必ずここ連れてきて、はい、ありがとうございます。いつもびっくりされるの。そして今回は、特別な展覧会が催されているということで、はい、そうです、来ました。はい、私が大好きな、はい、メゾンマルタンマルジェラの企画を、はい、今やっておりますのでじゃあ早速見てみますか。はい、どこどこ、まずはこちらですね。トンネルを通れば雪国ではなくてマルジェラここが通常店舗のギャラリースペースになってるんですけど、今回この企画に合わせて全部メゾンマルタンマルジェラで。すごいね、ここね、置いてあるものの全てが美術館だよね。そうですね、マルジェラ店だよね本当に。はい、鈴木、改めましてなんだけど、はい、マルタンマルジェラのブランドについて教えてほしい。はい、マルタンマルジェラっていうファッションデザイナーがですね、1989年の SS から2009年までやってたブランドで、今もブランドとしては存続してあるんですけども、だいたいブランドのコンセプトとしては、脱構築っていう概念のもと、過去のですね、いい部分をリサーチして、それを現代にこう再解釈して、構築しているようなブランドになりますね。で、2009年にマルジェラさん自身はご引退なされたんだけど、はい、ガリアーノが、2015年からデザイナーになってますね。全部見ていただきたいんですけど、まずは今回の企画の目玉にもなってるこちらですね。こちらがメゾンマルタンマルジェラの0と10に丸がついてるアーティザナルラインっていうんですけども、アーティザナルラインはどんな感じなの？アーティザナルはですね、もともとある素材、ヴィンテージの生地だったり、あとは既製品だったりを、手作業で再加工するようなラインで、マルタンマルジェラの中では、オートクチュールに値するラインですね。だから今回も多分ありもののベルトを再解釈、はい、再構築した。そうです、全てがベルトに乗って構成されたベルト。はい、いつのやつ？一応これがシーズン的には2006年の秋冬なんですけど、正確な時期としては2007年の、年明けに出てるんで、はい、もう15年ぐらい前のものですね。ちなみに隣のこれはこれですごいけどなんすかこれは？これも同じくアーティザナルのラインなんですけども、瓶の蓋ですね。はいはいはい、ボトルキャップをこうエイジング加工してつなぎ合わせたレザーのベストですね。すごい、日本のもあるよじゃあ世界中から瓶の蓋を集めて、そうです、加工してっていう、はい、素材を集めるチームだったりもで、本格的に世界中から、ヴィンテージの生地だったり素材集めているので、一点物だよねこれはね。もう完全に一点物ですね。はい、ちなみに鈴木くん、はい、このコレクションピースはいくらやの？250万円です。別、税別、税込みです。込みか、はい細かくてすいませんしかもちょっと今回は、売っているということだから着てもいいと。着ても大丈夫です。着てみますか？はい、着てみます。はい、ここになっておりますか？お願いします。わかりました。着るの初めてだと思います。私が？はい、大丈夫かな、そうそうしないかな。
うわあ、すごい、これこういうのまだあるんだ。これがアーティザナルの説明ですね。まだ残ってるんだ、ね、残ってます。すごい、所有者だった人もほぼ来てないし。来てないっす。うん、うん、あ、でも来たらなんか普通なんか着るまではすごくトリッキーなのかなって思ってたんですけど、形もなんか四角っぽいから。でも着たら着たで普通いいですね。割と馴染む。しかも持ってる時はすごく重かったんだけど、うん、着るとすごい軽くて、多分パターンだね、重さを逃がすパターンにしてあるからすごい軽い。後ろにこう流れる仕組みというか、はい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 、重心を持ってかれる感じだから背がこう綺麗に、脇も思ってる結構広いから邪魔なんない。さすがにね、はい、やっぱりアートピースとはいえどもファッションだから、うん、着れなきゃ意味がないってところにこだわってるんだ。そうですね。こっちやばいの見つけてしまったんですけど、はい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 、これは何ですか。これはもうメゾンマルタンマジェラといえばっていう名作ですね、うんうん、これがデュベットコートで1999年まあ、秋冬に出たアーティザナルのラインで、これはもう布団コートって言われてる、もう布団コートめちゃくちゃ名作ですね。布団そのままってことですか。はい、もうそのまま羽毛布団をもうコートにしたものですね、うんうん、確かに中がちょっとふかふかするというか、はい、ふかふか入ってるもんね。しかもあとアーティザナルだけどさっきのタグが違うのはなんで、何もついてないの。このアーティザナルのカレンダータグって言われてる数字のタグが、うんうん、ちょうどこの時期が切り替えの時期で、ちょうど1999年からカレンダータグで使われてるんですけど、うんうん、まあ、この時はちょうど両方が混ざってるような時期ですね。これも99年で、うんうん、ちょっと前に作られてると思うんで、じゃあ99年以前のアルチナザナル の, そのオートクチュール的なのが何も入ってない。何も入ってないです。中もすごいんだけど、ここもジップ入ってたりとかして紐が入ってたりとかして、はい、どういう仕組みやっていう。本当に布団メーカーの布団なんで。確かにこのジップの感じとかちゃんと布団です。うんうんうん、イタリアの高級布団メーカーのなんで。そして特別に今回これを着せてもらえるか、ね、はいはい分かりました。これは値段がつかないらしいです。初めてかもしれないです。これもマジですか。はいはい、したら割といけました。普通でした。普通というかそんなにトリッキーに見えないというか、はい、かかると着るとは全然違うね。そうですね。ねで、まあ、布団で結構面白いんですけど、うんうん、着てみると結構ラグジュアリーな感じにはなってますね、うんうん、ボリューム感がすごいラグジュアリー感が出るなと、はい、そうです ね, ね角の部分を持ち広げます。デュデュ布団じゃない なんならシングルベッドかなそうですね。そうだよね、はい、ツンクが歌ったあれになるんですよわかります。世代ですお金はないけど幸せだったねっていうね、それだけあってね一応これが、うん、映画の Wii マルジェラでも出てきて、うんうん、まあ、皆さん結構ご存知だと思うんですけど、ちょうどこの広げているこのシーンですね、はい、シーンですね。シンボリックな、はい、ただ誰もこれを再現したりできたりはしないので、どう特別ですねお宝映像、はい、ちょうどこの時期がエルメスと両方やってた時期で、はいはい、なんでちょっとエルメスっぽいエレガントさもちょっとありつつ、あとなんかここまで布団が詰まっちゃうと多分手動かしにくいと思うんだけど、うん、10センチくらい布団がないんですよ。すごいね、動かしやすい。アートでもあり着る人ありきでもありっていうのが感じられます。私ポケットの大きさチェックマンなんですけどもいいね、うん、iPad 入ります気になってる人いっぱいいると思って言ってみた99年にこれ出したんですけど、うん、この翌年から一気にオーバーサイズのコレクションが始まるので、うんうん、まあ、きっかけとなった作品でもあります。なるほど、じゃあ結構エポックメイキングなんですね、マルジェラにとってこれ作ったことが、はい、そうです。布団シリーズがビッグシルエットの始まりということで始まったのがこちらですか。そうですね、マルジェラ好きだったらよく言うオーバーサイズ機って言われてる、うんうん、オーバーサイズコレクションなんですけども、うんうん、めちゃめちゃでっかいですね。通常のサイズの 150% から 200% まで拡大解釈しているので、うんうん、ものすごく大きいです。サイズ表記って大体30代から40代が多いじゃないですか、うんうん、それが60代から70代です。はい、そこまでちゃんと、はい、すごいね。なのでこちらも78です。本当だ、大きさ78って初めて見た。ほう、あ、でも
私切れる。切れますね、うん、私割といける口。しかもさっき持った時これも重いなと思ったんだけど、はい、肩に乗り方が絶妙だから重みがあんま感じられない、うん、現代のブランドがよくこのサイズ感とかシルエットでやってると思うんで、うんうん、余計に違和感ないですね。気持ちこれさ前振りにしてる？前振りにしてるかもしれないですね。こうすることによってなんかちょっと違和感が出る。前振りにしてるのはその98年 の、うんうん、あのフラットガーメントとかからちょっとしてはいますね。確かに後ろこんな感じ。もともとこういったヴィンテージのひび割れたかすれてる加工なんで、うんうん、グランジ感がまさにマルタンマルジェラの感じだね、はい、しかもオーバーサイズ始めたのはそのマルタンということが、そうですね、我々の礎を築いてるわけですよこのジャケットが。そうです。じゃあ次は何でしょう。はい、そしたらじゃあこちらですね、はい、まあ、マルタンマルジェラといえばペンキ加工がかなりアイコニックかなと思うんですけど、うん、こちらもかなり初期からやってるものでして、はい、特にこの辺りはすごく珍しいですね。92年に出てたものを94年に復刻で出したものなんで、うん、デニムを上にあのベタベタベタってペンキをして、はい、出てないところをこうちょっとわざと荒くしているというか、そうですになってるんですね。これは特に初期のものなので、うん、相当貴重ですね。しかもこれ使ってるうちにどん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 こう剥げ落ちていくんだよね。その経年変化を含め楽しんでくださいっていうのが確かコンセプトだったんですね。今またガリアーノになってから、うん、あのアイコンズっていうワードローブのラインで、うんうん、あのビアンケット加工のビアンケットジーンズみたいな感じで、ビアンケットって何？ビアンケットっていうのがこのハンドペイントのうんうん、あの呼び方で、うん、それをあの今でも出してます。しかもこのデニムだけじゃなくて、トップスレザーデニムジャケット全部あのペタついております。ペタ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 ついておりますしかもこれ絶対これ使ってない。これは使ってないです。当時のタグがついております。これも1999年の当時のタグそのまんまですね、うん、洗い方の説明までしてくれてる。そうです、そうです。いるかな洗う人いるかなうんって思いながら見てたんだけど、あの本当にあのマルタンマルジェラって洗い方すっごく丁寧に書いてます。あくまでもなんかこう洋服としてやっぱりしっかり皆さんに着てほしいっていうので作ってるんだと思いますね。このビアンケットっていうのがメゾンマルタンマルジェラのもうコンセプトで、会社もそうですしお店もそうですし、うんうん、もう全てをペンキで白に統一するっていうのが。確かにお店に全部ペンキ塗ってあるわ、はい、そうです、うん、壁もそうだし、はい、あの重機もそうだし、濡らしてるのかな。濡らしてるみたいです割と服売るだけじゃないんだうちらってって思いながらやってるのね。そうです。そして、はい、またもうちょっと古くなるんですけど、うんうん、こちらが1994年の秋冬のコレクションでして、ドール機って言われてる、まあ、ドールコレクションですね。人形のですね服をもう拡大解釈して、うんうん、それを人間が着るように作ったもの。なるほど。だからここがボタンがちょっと必要以上にでかかったりとか、この腕がちょっと荒かったりとか、はい、あのいわゆるバービーとかリカちゃん人形の服ってことですね。もうまさにバービー人形の、うんうん、でその服をそのまま大きくしてるだけなので不均衡になるんですよ。わざとちょっと身体に合ってないんで、うんうん、確かにリカちゃんの体と違うし、かつあの縫い目が荒いんです。ボコってなってたりとかちょっとチープなんです。本当はここにチク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 ってして押さえなきゃいけないのに、うん、ちっちゃい服だからこうなっちゃうんですよ、うん、がそれまま再現されて、ビバリカちゃんリカちゃんなのか知らない、あっちはバービーちゃん、バービーですね、ジェニーちゃんかな、はい、じゃあこれもう一回着てみてもよいですか。はい、かしこまりました、はい、あでも着たら普通かもでも確かに肩がちょっと落ちてたりとか、うん、シルエット的にちょっと不思議な感じ、いびつ感、特に腕とかがすごくまっすぐでして、うん、確かに確かに、はい、なんか作りが立体的ではない、いい意味でね、そうですね、ないのと、あと見てもらっていいですか、ボタンがこのボタンだと思うじゃないですかスナップなんですねちっちゃい時のジェニーちゃんとかバービーちゃんもこんなんだった気がする。穴ちっちゃくてこれ入んないから、あなるほど、後ろこんな感じ確かにな、なんかパターンの取り方がすごい不思議なんだよね。あとあのマルジェラパターンすごい綺麗だから、ジャケットにこのシワ作んないじゃないですか。作んないと思います。あのこのシワってあのパターンが悪いと、あの甘いとシワできるんですけど、うん、あえて甘いパターンでシワ作らせてるってこの小技何？
でもこれ本当テーマ不均衡ってしてるので、うんうんうん、わざとそこは出してると思います。でその1994年の秋冬っていうのが世界各地で同時にショーをしたのが特別な年なんですけど、日本でもこれ開催してるので、はい、それが、ユナイテッドアローズで開催したっていうのはかなり栗野さんがやった伝説のショーですね。そうですね、はい、うちにアローズのリゾーリからじゃ写真集があるんだけど、はい、その写真があった若き日の栗野さんとかアローズのスタッフさんたちがモデルさんになって、はい、原宿の本店かな、うん、そうですね、歩いてたの。すごい。それがこれ。そうです。一応世界の中で6カ国で9店舗だけ、うん、マルタに選ばれた店のみしかプレゼンテーションできないんですけど、その中の一つがユナイテッドアローズの原宿です、うん、本当ですね。それもすごくない、はい、みんな栗野さんがすごいというのはみんな知ってると思うけど別格の人なんですよね。いや 今だよね、なんか丸くなって親指ギャグでもこう飛ばすようになってましたけどもマルタン持ってこれるってすごくない？すごいと思いますね。そして小物もあるということで、はい、そうですね。これは一体何でしょう？まあ、今はないんですけど、13番のラインがありまして、うん、これがオブジェと出版物のラインなんですけど、こちらが2013年に出た、こちらがエマニュエルチェアといって人形の椅子ですね。そう、私オブジェシリーズすごい好きだったんですよ、はい、13番カレンダーに13に丸ついてるやつなんですけど、あれがなくなったのがすごく感じで。そうですね。でもそれがここでは見られると。見れます。誰座るんだって話ですけどね。そしてこちらはベルトかな。これはベルトの部分を切り取ったベルトですね、うんうん、なるほど。このベルトの上にこれをつけると、はい、しかもベルトなんだけどもアジャスターついてないからついてない使えるか使えないかって分かんないっていう、はい、まあ、アクセサリー。これは何なの？これもアーティザナルのラインなんですけど、うん、羽織ですね、カーディガンみたいなちょっとまあ、うんうん、コチュールの素材になってるんですけど、説明書がついてこんな風に巻き巻きして使ってね、はい、的な。この説明書がついてるものはすごく希少なのでなかなか見れないと思いますね。で靴があったり、これはなんか日の丸的な感じですね。ジャーマントレーナー、まあ、アイコニックなアイテムですけど、うんうんうん、まあ、こちらにもペンキをやったんですが、真意は分からないんですけど、まあ、日本への気持ちが出たのかなと思いますけど、ね、なるほど。なんか、はい、もしも出たとしたら出方がストレートですよ、ね、ストレートです。まっすぐみたいな、消えりませんみたいな。そして小物は、はい、おお、これもなんだかすごいのが揃っておりますが、この一番ちっちゃい人形みたいなの服みたいなんですか？これも2009年最後ですね、マルタンが退任する時なんですけど、うんうん、初期の89年に出したジャケットをこういう、はい、かなりミニマムにした。これ僕見せたいんですけど、これ誰も知らないと思うんですけど、これここにコレクターズアイテムって書いてある。あ、本当だ。メゾンマルタンマルジェラ20周年記念って書いてるんです。へえ。2000年スプリングサマー。そしてちっちゃいかと思えばいきなり大きくなりましたが、これは先ほどのドールシリーズのものになるんですけど、うん、まあ、これ99年に出たもので、まあ、これに関しては逆にかなり最大化したドッグタグにはなってますね。へえ、はい。これは何ですか？嫌いな相手をこういう考察系の似てますけど、うん、まあ本当にこれはそうですね、普通に毛糸で作った人形ですね。アクセサリーです、はい、なるほど。あとマルジェラといえば的な感じ、これ私すごいイメージあるんですけど。そうです、これはコルクのネックレスで、うん、かなり貴重で多分実物ほとんど見れないと思いますね。これも映画で、うんうん、まあ、マルタが喋りながらコルクのネックレス作ってたと思います。あ、確かに、はい、2000年なのか、ね、ワンダーランドだったのから、はい、それぐらいかなり貴重なもので、うんうん、あとはこれがかなり僕の中ではスペシャルで面白いです。持ってみてください。これな、なに？あれ、あ、目が開くんです。人形の目？はい、そうです。すごい。え、これドールシリーズってことですか？これもドールですね。一応拡大解釈すると、はい、これは絶対鬼太郎が持つべきですねそうですね、これはもうほとんど見れないピースだと思いますね。ねえ。そしてこっちもありますね、はいはい、これ私の好きな13シリーズ、小物シリーズです、はい、オブジェシリーズですね。このこれがもう最も有名なんじゃないですかね。わかりますか皆さん、これが何か。バトリョーシカ、はい、開けても怖いから開けないよマトリョーシカの色がないっていう、はい、そうです。で、これはこれはもう砂時計です、ね、砂時計をカバーしている、はい、
けど、これオブジェとしてすごい可愛い。これ素敵ですよね。この時もスノードームだったりとか、オブジェとしても素敵なもの多かったですね。スノードームがすごい欲しかったのに、もう買えないのがすごい悔しい。悔しい、悔しい。こっちにもあります。あ、悔しい、悔しい。さすがコレクター。これは今の恵比寿店に引っ越した時の、お祝いのノベルティですね。恵比寿南 2-8-13 に引っ越したんですよ。なぜ私がそれを知っているかと言いますと、インビテーションがこれだったからです。恵比寿南 2-8-13 が新しいお店が出ることになりました。来てねってこれが入ってたんです。後ろにもちょっと書いてますね、はい、2月3日2000年私レセプション行った覚えあるんですよ。で当時私スウェット編集部に勤めてて、スウェット編集部のボスの青木さんって人と一緒に、じゃあ見に行くかって言って見に行った覚えがあります。でスウェット編集部の青木さんがマルタンマルジェラの写真集を作ったんですよ、一番最初に。伝説のですね。そうそう、なんで割とこう進行があって、行くかって言って行きますみたいな、行きますみたいな感じで行った覚えがあります。あれはいい本ですね。貴重な資料だと思いますね、はい、昔の事務所にあってすごい読み込んだ覚えがあります。では素晴らしいですね。あとこちらは、これは紫藤さんすごくお似合いになるかと思います。タビのレザーの手袋ですね。これも親指、人差し指、あざ、へえ、面白い。色もいいですよね。ね、マルジェラって感じの、すごい。これは買えるのかい。しかも値段つけてなかったんですけど、紫藤さんだった。行くのか行くのか。私個人的にこのこれとこれが結構ガチで欲しい方ですね。それは後で社長に確認しておきます。斉藤さんよろしくお願いします。何かあったら名指しですね。 何かあったら。いやすごく見応えは見応え抜群すぎて、なんかもう胸熱でした。良かったです。マルジェラ好きとしても胸熱だけど、はい、モードの歴史を知る上でもこれはすごく、そうですね、ぜひみんなに実際足を運んで見て触ってほしいなって、ぜひ見てほしいです、はい、皆さんどのアイテムが気になったでしょうか。ぜひコメント欄に残しておいてもらえたらなと思います。いや本当今回ばかりは声を大にして来て言いたい。ありがとうございます。この感動を動画からのリアル経験で体験してほしい、はい、ぜひお待ちしてます、はい、で次回はですね、たくさん他にもピースあるんですけども、買える方の、はい、まだ我々が手に届くような方のマルジェラのアーカイブピースを、私なりにスタイリング提案してみたいなと思っております。はい、この動画がいいねと思った方はぜひいいねボタンと、あとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。